なのに田舎は不便で面白いことがないと思ってるお前が終わってる。今やスマホ、インターネットで全国、日本全国、大体どこに行っても 4G がつながります。 4G がつながるってことはネットフリックスの動画見放題ね、YouTube の動画も見放題、大して金かかんないですよね。格安 SIM とか使ったら全然金かかんないです。そういう状態で、例えば田舎に行ったら、昔は田舎に行ったら娯楽なかった、映画館もなかった、アミューズメントパークもなかった。だけど今やスマホの中に全部エンターテインメント入ってますよね。 YouTube もあれば Netflix もあればスマホゲームもある。友達と LINE で連絡をすることもできる。こんな簡単な時代になってるんですよ。なのに田舎は不便で面白いことがないと思ってるお前が終わってる。今や全国大体どこ行ってもコンビニあります、ドラッグストアあります、何でも手に入ります。しかも田舎逆に家賃めちゃくちゃ安い、生活コスト多分東京の5分の1以下下手すると。なのにやってること一緒じゃないですか。家帰って何やってる？ YouTube で動画見てる？友達と LINE でなんかメッセージやり取りしてる？どうせそんなことだろう。こんな人口5000人とか1万人の田舎に行っても一緒ですよ。でしかも今 LCC があります。 LCC で移動すると東京都内でだいたい1万5000円ぐらいで往復できると思います。つまりたまに東京に来てなんか非日常を味わいたい、月に1回ぐらい非日常を味わいたいんだったら、東京で家賃払って高い生活コストを払うより全然いいです。